オッケー。で、待って待って待って。これを。チューチュー。あ、待って待って、犬よ、おびき寄せてもらわなきゃいけないから。犬をおびき寄せてから行かなきゃいけないんだ。うわ、コピーされてる。うん。コピーされてるってどういうこと？こっちはね、なんかね、ミオの脳汁をチュルチュルしたこの機械が。そうなんだ。新しいコピーのミオを作って。コピーってどういうこと？ミオの新しい体が生まれて、そこにミオの記憶データを。なんだその怖い話は。わあ、また移動だ。ちょっと待って、ね、またこいつだな。一回うち、うん、ちょっとピロッとね。で、また上にミオがコピーされて、コピーされて、で、脳汁チューって入れられる。うわ、なんか二人動いてる。なにミオ。上下で、わあ、一人死んだ。確かに増えたな、分身して、うちからも見えたわ。なんだったんだあれ、うん、こっから落ちたら多分死ぬと思うんだよな。でもね、でもここがいるんだよね。あ、でもあそこの、あそこのこの、このミオ。うん。え？このミオ、重要な気がする。嘘でしょ？このミオが、うん、死んでるよ。あ、あー、いる、うちも。ジャンプして、で、乗るじゃん。あ、待って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 。よし。で、これで一緒に乗れるかな？うん。あ、一緒に乗れない？ピシャ。あー、ミオーで、もう一回ジャンプ。ジャンプ。オッケーオッケーオッケー。でで、右行って右行って右。あージャンプかな？ジャンプ、ジャンプ。ジャンプかも。ミオに乗れる。で、ここから先が進めないのかな？進めないね。あ、いや、多分死んで大丈夫なんじゃないか、ここ。もしかして。で、まっすぐ。そう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 。あ、動ける？動ける。うち一体何なの？どういう存在なの？いや、分身できる。分身できるんだけど。そのかて、でもこのミオは最初のミオだから、ミオ実質ミオだよ。どういうこと？これは一番最初に脳をチューチューされたミオが戻ってきただけだから実質ミオだよ。意味わかんないけど、まあいいや、とりあえず生きてるんだな。待って待って、ああ、いや、大丈夫大丈夫大丈夫、そっちのミオが生きてるから。え、でもそしたらこっちは最初のミオだから、君は2番目だ。何を言ってるんだ一体。うん、君はミオなのか。うちはミオだよ。本当に信じてくれ。うわ、これは、うわ、分かっちゃった。これ、これは、このできたミオを足場にして、白髪は犠牲にして、で、これをこうして、うわあ！このミオはきっと3人目。俺の屍を越えていけ。いけないね。登れないや。あれ？あ、この箱でやったったんじゃない？なるほど。たぶんね、ミオはジャンプして中間で死ななきゃいけないんだ。もう一回見せてほしいよ。もう一回行こう。うちは中間で死ななきゃいけないってどういう発言だよ。ほんとだよ。死ぬ運命なのか。うち何人目のうちなの？わかんない。もう、さっきのコンティニュー分で何くらだろう。何人目だ。わあ、また増える。いっぱい増えるやんけ。これいっぱい死んでもらわなきゃいけないってことね。でもちょっと待って、左で一回こうでしょ。でさらにミオが増えるでしょ。増えたー。ミドレガンで、ね、一人ずつジャンプかな、ジャンプ。でもこれでどうするだって話よね。一回戻れる。あ、戻れないわ、もう。ダメだ。じゃ、これじゃないのかもしれないな。これじゃないね。高さがちょっと違うんだよね。あ、これでちょっとずらせるわ。あ、これでじゃあ。あ、あ、ジャンプ。ジャンプ。あ、これでどう？それで、ちょっと届かないかな、でも。じゃあ、残りはうちだーってなっちゃうよね。いいよ。で、一番左目で落として。落として。そうそう。で、右行って、で、上の二人が右行って、そいつらが足場になるんだ。なるほどな。そうそう。で、下のミオが下から行くんだ。こうだ。そう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 。そしたら下のミオが、あー、ごめんな、ミオたち。ミオの屍を越えて行け。越えて行け。うわー。あ、また増える。また増える。またこれミオを犠牲にしてくやつじゃんね。そうだね。もう何人目のうちなんだろう。ほ本当にミオなのか、このミオは。ヤッホーって感じだよね。もうヤッホー。そんな気楽だし。そんな、でもすご
もニコニコなんだもん、うち。確かに。まあ、ニコニコじゃないでよ、こっち。なんかバルタ星人みたいだもん。いや、そうなんだよね。で、多分下のミオを、一番上の、ミオ。